ホーム。上下線の間の柱のうち、手前から5本目までが、後の延長部分であり、手前から6本目以降とは、形状が異なることが確認できる。大宮駅は、京都府京都市中京区市場通り、大宮西入金大宮町にある、阪急電鉄京都本線の駅。駅番号は、HK-84。京福嵐山本線市場大宮駅とは、 市場大宮交差点を挟んで駅舎が退治しており、同線との乗り換え駅になっている。市場通りの直下、京都市下京区との境界に位置する。1963年に河原町駅まで延伸されるまでは、京都本線の終着駅だった。そのため、同駅の開業までは、車内放送などで、京都大宮駅と呼称されていたこともある。 かつては特急の停車駅だったが、2001年3月24日のダイヤ改正以降は通過となり、日中は高槻市駅北で通過運転を行う優等列車が一切停車しなくなった。ただし、平日のラッシュ時を中心に運行される特急以外の優等列車はいずれも停車するほか、日中も桂駅で特急との緩急接続が行われている。 東駅再延駅間は、日本国内では、宮城電気鉄道仙台駅、東京地下鉄道に次ぐ近畿発の地下線である。また、架空終電方式による地下鉄道は、本邦発であった。こういった経緯から地下線やホームの構造物は、土木学会の、戦勝土木遺産に指定されている。相対式2面2線のホームを有する地下駅。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。開業当時は、相対式のホームを乗車用と降車用とに分けて使用していた。改札口は3カ所に設けられており、このうち中心となるのは東改札である。西改札は、早朝や21時以降は閉鎖されており、ホームへと続く階段も2号線側にしか、つながっていない。 西改札から1号線へ行くには2号線を通り抜けて東改札側の階段を上り下りすることになる。トイレは東改札口の外にある。バリアフリー化の工事が行われ、河原町方面行きホームに北改札が新設されて2014年3月21日より使用可能となった。 昭和初期の開業以来の構造ゆえに、東改札側とホーム間は、エスカレーターやエレベーターの設置が困難となっているため、車椅子利用者向けに、駅員の操作で動く電動のリフトが設置されている。西改札の外側にはエレベーターが設けられており、駅係員に申告すれば、直接2号線等行き来できる。新設された北改札にはエレベーターがあり市場、大宮交番の西側に、 地上出口が設けられている。これにより、両ホームともにエレベーターの直接利用が可能となった。かつては、ホームの有効長が7両編成分だったため、1972年10月から8両編成の電車は上下線とも向かって、最後尾の1両のみドアを閉め切るドアカットを実施していた。 1986年7月の工事でホームが60メートル梅田寄りに延伸され重量編成分となった。現在でも柱の形状などで延長部を確認することができる。2019年の通年平均の乗降人員は26,448人である。阪急電鉄のすべての駅の中で29番目に利用者が多い。 近年の1日平均乗車、乗降人員は、下記の通り、北西側から見た市場大宮交差点。左に、阪急駅、右に、京福駅が見える。南電市場大宮駅駅舎が面している、市場大宮交差点は、東駅及び京福市場大宮駅のほか各地への、路線バスが集散し、交通の要所となっている。また、 交差点の南東側にはタクシープールが設けられている。開業当初は京都本線の終着駅だったこともあり、駅付近は王子の繁華街の雰囲気を留めている。バス停は各方面ごとに分散して設置されており、それぞれバスカットにより走行車線を阻害しない道路形状となっているほか、大宮2の北駅方面乗り場を除く3方向の乗り場は駅舎、または 地上連絡口と直結している。京都市営バス、京都バス西日本 JR バス、京阪バス、大阪空港交通このほかかつては市営バス、京都バスともに修学院、岩倉方面へ向かう系統も運行されていた。ありがとうございます。